どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、そもそも当たらないっていう方にちょっとでも参考になる動画を撮っていきたいと思います。なぜボールに当たらないのかですね、あとはちゃんとボールを見てるのにクラブがこううまく戻ってこなくてボールに当たらないで空振りしてしまうっていう方にちょっと直し方とかですね、動き方など前回の動画などちょっと参考に解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。前回の動画でですね、芯に当たらない動画とかですね、ゴルフは何々とかですね、いろいろやってると思うんですけども、それにほとんど、共通して一周戻ってくるような感じなんですよ。同じことを多分全動画で言ってると思うんですけども、まずそれを細かくやっていきますと、当たらないなら当てていただきたいんです。その方法なんですが、当たるスピードでまず打つってことが、まず本当にこれ冗談抜きで一番大事なんです。今これ7番アイアンで打ってます。で、距離関係なくただクラブをボールに当てるという動作で動いてるんですけども、当たらないんであればまずこれが一番先決なんです。当たるスピードを探すんです。できれば今だいたい時計で表すと4時8時ですね。ちょっと数字に弱いんです、ごめんなさい。4時8時ぐらいで打ってます、イメージですね。例えばじゃあこれができてきたら9時3時ぐらいのイメージ。9時3時は横横なのですっと9と3が数字に出てきます。どうでもいいんですけど、はい、で次にこれが10時2時ぐらいの感じ、イメージですね。大きさ大体でいいです。これで当たらない方っていうのは、例えばこれでもこうやってなったりするんですよ。で、これなんで当たらないか、さらに詳しく言いますと、自分が動いた分よりもクラブが動いちゃってるんです。こういうことですよね。女性の方なんか結構始めたての方多いんですよ。こうやって要はこうやってなってるんですよ。自分でスロー作っちゃいましたね。自分で動いた分クラブも動いてると当たるんですよ。動いた分以上にクラブが動くんで、ちゃんと自分の戻したいところにクラブがあれないってなるんで当たらないんです。これはパターからドライバーまで曲がる方に全て共通します。自分の戻したい位置にクラブがあったらボールって絶対曲がりません。なのでこれが例えばさっき言ったこうやって自分の手がここにあるのにまだクラブがここにある状態を作って打っていますね。したら絶対当たんないんです。自分がここって動いた分のそこにクラブがこうやってあれば大体当たるんですけども、それがない場合にミスヒットをしてしまうというのが大きい原因ですね。タイトルとしてはなぜそもそも当たらないのかですけども、曲がる方全般です。ボールが思ったところに飛んでかない、要は芯に当たらないとか、そういう方は全て自分のここだというところにクラブがないだけなんです。それは戻ってくる場所のしなり方のクラブ、シャフトの選び方ですよね。そういう動画も前撮ってますけども、シャフトの選び方だったりクラブの選び方も同じなんですけども、とにかくここに動いたって言ったらクラブはここにある、ここに動いたって言ったらクラブはここにある、そういうことができているとボールっていうのは簡単に当たるようになってきますので、その意識をもっともっと持っていただきたいです。なのでこうゴルフは貯めるんでしょとか、こうやってクラブをこう跳ね上げさせるんでしょとか、いろいろな理論を教わってですね、混乱している方もいらっしゃると思うんですけども、まずは自分の中心にクラブがあって体の回転に沿ってクラブを動かしてあげる基本の動作ですね。ここに構えて体の回転だけでまずはボールを打ってあげることも大切かなと思います。前回の動画でもですね、ちょっと解説させてもらってるんですけども、当たらない原因のもう一つありまして、クラブが今言ったようにこうやって動かしすぎて自分の動いてる量よりもクラブが大げさに動いてしまったり、今度は逆に
自分が大げさに動いて、こうやってクラブが全然動いてないっていう、この2つの原因もすっごい大きな原因ですので、スイングの動画をですね、こう正面から撮ったり後ろからでもいいんですけども、撮っていただいて、自分が動かしてるつもりの動きとどう違ってるかを確認するというのもすごい大事な作業ですので、今スマートフォンとか多く使ってる方いらっしゃると思うんですが、スマートフォンで自分のスイングを撮ったりとかですね、何か動画で自分のスイングを見れるものをですね、ちょっと撮っていただいて画面を通して見てみるのもすごい大事かなと思います。例えばこう球を押さえたいとかすると、ヘッドをこう動かさないでこうやって手が先行しちゃったりとかですね、あとはそれで握力がすごくなくてタイミングが取れなくて、クラブがこうペラーンってなっちゃって、こうやってボールの前を叩いちゃったりとかって、これ結構見ますので、そういう風にならないようにしていただければと思います。今回はですね、そもそも当たらない方向けての動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。